ということについて検討している段階であります。じゃあ改めて承認もしない不承認もしないという中で安倍政権の政治に対して一つ一つ結果を積み上げてきたつもりでございます。この点政府が沖縄の一層の負担軽減を図るためアメリカはそんなこと言うはずありません。辺野古の基地の問題ですよね、うん、でこれ語るべき論点たくさんあるんですよ、ね、沖縄の人たちはもう本当に何度も民意を示し人民投票までやって嫌だって言ってるものを押し付けるっていうことの是非、あるいはまあこれ僕が今更言うまでもなく国土面積でいうと 0.6% の地域にもう7割の米軍基地があるのにさらに新しい基地作るのか、うん、やめてくれっていうのもある。あるいは今回の問題に関して言えばこれも皆さんご存知かもしれないですけれども、そもそもその沖縄県知事玉城知事が不承認としたものをその防衛省が国交省に泣きついてっていうね、本来その行政不服審査法っていうその市民が行政の不当な行為に対してこう抵抗する手段を国が使って沖縄県を抑え込むっていうのもこれ問題なんだけれども、いろいろこうなんていうの語るべき論点がたくさんあってそっちの方が本題なんだけど、いくらそういう話をしてもなんかこう本土の人にはあまり響かないところもあるので、今日違う視点で話したいんだけど、この辺野古の基地ってね、当初こう埋め立てとかまあ基地に使うのかかる予算って大体その防衛省の試算で3,000数百億円って言われたんですよ、うん、ところがまだ 14% しか終わってないのに、はい、もう4,000億円使ってるんですよ、うん、でまあ国はだからそれじゃ足りないのが分かって今大体9,000数百億円1兆円くらいになりますよって言ってるわけ、はい、でもこれ多分それじゃ終わらないですよね、うん、で沖縄県の試算だとこれご存知の方いると思いますけど2兆数千億かかるって言われて、でしかも水面から90メートルの軟弱地盤があってその軟弱地盤を90メートルも埋め立てたこれまでの工事の実績もなければ今のところ技術も確立してないっていうことを考えると、うん、2兆数千億かけてこんな基地できるんですか、うん、っていうところがまず疑問なんですね。できるのか、そしてその基地には2兆円分の価値はあるのか、そういうことですよね。あの防衛予算でいうとね、これ2024年度予算概算要求でこれ先月明らかになったんですけれど、イージスシステム搭載艦っていうのを2隻を作るんだと。でこれがその建設費がどれくらいになるかっていうのを7900億円だっていうふうに防衛省が初めて明らかにしたんです、うん、でこれだけ言うと多分何のことか分かんない人いると思うんですけど、そもそもこれイージスアショアってあったの覚えてますよね、はい、要するに地上にイージスシステムを置いて、うん、それを秋田県と山口県に置いてやるって言ったんだけれど、当初はこれ1200億円くらいかかるって言っていて、で予算高すぎじゃないのっていう話もあったし、うん、特に秋田ではそのイージスアショアを設置する場所を選定する過程の中でこれ秋田先駆け新報がスクープしたんだけれども、うん、要するにそのこう測量がずさんすぎると、はい、っていうことが問題になって、当時の河野太郎防衛大臣がこれはもうやめましょうと撤回しましょうってなったわけです。ずさんさもすごかったですよね。地図アプリを使って定規を使って、うん、もう当て勘で作ったみたいな、ね、そうあの Google マップかなんかの測量システムをなんか使って作ったって言ってもそれも問題になったんだけれど、はい、そのダメになった陸上イージスのイージスシステムを今度もう買っちゃってるからアメリカから、うん、でこのそもそも買ったのも自衛隊はそんなにこんなの必要じゃないって言ってたんだけれど、当時安倍首相がトランプ大統領の国金編を取るために買ったシステムだったんだけど、はい、それが一気に1200億って言われてたのを2400っていうのをこう撤回したんだけれど、買っちゃってるから今度船に乗っけましょうって話だったわけですよ、うん、で船に乗っけて2隻それを作って、だから秋田に作るやつと山口に作るやつの2隻を船に乗っけて作りましょうっていう話になって、はい、それも当初は1隻2500億くらいじゃないかって言われてて、それも高いんじゃないのって言ったんだけれど、結果的にさっき言ったように、ようやく防衛省が先月明らかにした予算要求で明らかにした建造費だと2機合わせて7900億、うん、約8000億。でこれ多分維持費とか、うん、それからなんだろう、そのこう運用費とかみたいなことを考えたらもっとかかりますよね、はいはい、整備とか導入費とか、うんうんうん、つまりそのさっきのこう辺野古の問題もそうだし、そのこのイージス搭載システム、イージスシステム搭載艦2隻もそうだけれど、本当に日本の防衛だったりとか安全保障のために本当に必要で作る、で作ってできるって言うんだったらいいけれど、うん、いずれもそもそもの目的必要性も疑問だし、でこれ両方合わせたらこれ別に足してもあんまり意味ないんだけど、辺野古が2兆数千億、はい、それからイージスシステム搭載艦2隻で8000億、3兆数千億ですよ、うん、3兆数千億って言ったら国家予算の 3% ですよ大体、はい、そんなものをなんか本当に必要かどうかもわからないようなものに湯水のごとく注ぎ込むということが果たしてこの国の
防衛安全保障に資するんですかということを考えると、うん、で言うまでもなく沖縄に基地を押し付けているっていうのは、まあ、往々にして沖縄の問題って考えられがちだけど、当たり前だけどこの3兆数千億って別に沖縄の人たちの問題ではなく、はい、我々の税金がそんなところに使われるということなわけですよね、うん、そう考えると辺野古の問題もこれから、まあ、秋田と山口に置かれるはずだったイージスシステムの問題も我々本当自分事として考えないとまずいっていうことをちょっとはそれだったら分かってくれるかなと思って、うん、今日そういう話をしようかなと思ったんですけど、そうですよね、あのまた例えば沖縄県の問題という点でいうと、うん、この辺野古の基地移設なども含めて地元にお金が落ちるじゃないかと言われがちだけれども、うん、実際に地元にお金が落ちる割合は2割程度で、うん、多くはまあ都市部などの土建屋であるとか建設業などにも回っていくと、うん、またそうしたようなそのシステムなのに、あの地元の方々は住民投票を含めてノーと言ってるんだけれども、あたかも地元の方々が潤うことに賛同しているかのような語りになる、うん、これ他の地域で例えばその原発関連の施設とかね、いろんな施設について合意なき導入みたいなのがどんどん進んでいくっていうことがまかり通ると、うん、まあ、お住まいのどの地域でも自分の預かり知らぬところでちょっと望まないようないろんな自治体の変化というのが生まれるかもしれませんよということは知ってほしい、うんうん、まずは沖縄県議会の様子をご覧ください。野党側の議員さんに追及される玉城デニー知事です。その後国会の様子をご覧ください。県のこの認識はこの辺野古は代替施設なんですか新基地なんですか、改めてご答弁願いますか。前川智博土木建築部長、公有水面埋め立て法に基づきます、公有水面埋め立ての手続きにおきましては天満飛行場代替施設という記述がございます。皆さん担当大臣にあの要望書を出されているんですが、この中で辺野古移設計画の断念という文でね、本県は辺野古に新基地を作らせないということを県政運営の柱として取り組んでおりますということなんですが、この代替施設と皆さんが言う新基地ってどのように違うんですか。弾薬搭載エリア、継戦機能付き護岸、日本の滑走路の新設など現在の普天間飛行場と異なる機能等を備えていることとされており、単純な代替施設ではないという認識を持っております。だから新基地を継承します。新基地、これからも新基地ということでのあり方なの、県は、ね、先ほどは代替施設だよという担当部署のものだよね。で皆さん要望には辺野古の新基地ということがあるけど、県はどれを使うのと聞いてるわけです。新たな、まあ、単純な代替施設ではないという認識もがありまして、辺野古新基地建設というふうな認識を持っております。森尾議員、まあ、このことを議論しても仕方ないですので、知事、今日が期限なんですよね。知事のこれまでのそのコメント、この判決が出て極めて残念だとね。その判決に至っては我々のことも全く無視しているというような部分だとかね、知事のコメントで国連に国連の人権委員会に行かれてのコメントを判断すると、知事は承認っていうのはありえないはずなんです。で知事がこの2期目を当選した部分に関してもね、辺野古、この要望書にもあるように辺野古は絶対作らさないというのが知事の公約であるはずなんです。なんでこの場に及んで知事はね、承認も不承認もしないという判断に至るんですか。前川智博土木建築部長、県は最高裁判所の判決を受けてどのような対応が取れるか検討している段階であり、今後対応してまいります。大間森尾議員、知事はどう考えますか。玉城デニー知事、はい、道空建築部長が答弁をさせていただいておりますが、どのような対応が取れるか検討しているという段階であります。政治判断だはずですよ、もうね、勧告されてもう最終的にもう指示がね出されて、で皆さんが今日判断を示さないということになれば、明日にでも国は代執行のその含めた部分での提訴をしてくるわけですよ。これはもう知事判断になってるはずなんですよ。そのことを明確に答えられた方がいいんじゃないですか。どうですか。国においての判断は国においてなされるものというように、資料をいたしますが、我々は現在どのような対応が取れるか検討しているという段階であります。行政上国から勧告指示がありました。例えばこれ逆として県がね、そういう企業なり市町村なりに県が勧告指示を出して、相手がそういうことを全くやらないとね、判断も何も示してこないということがこれから起こるということになってくると思うんですよ。だって県も国がやってることを無視するわけですから、同じことを企業なり市町村がやってくるということになってきたら、部長
あなたはどう責任を取るんですか。繰り返して恐縮でございますが、あなたたちはそれで、ね、今回示さないというのは分かった、それは聞いてるんですよ。ところが、ね、今回そういうことで示さないということで、ね、企業なり各基礎自治体なりそういう、ね、企業個人からそういう形で出たときにあなたたちはどう対応するんですかということを聞いています。まあ、繰り返しになって恐縮ですけれども、現在、裁判所の判決を受けてどのような対応が取れるのかという検討、している段階でございます。ですので今後、どのような状況になるかというところを、現在、説明するというのはなかなか難しいのかなというふうに考えております。あなたたちは、ね、判断を示さないということが賢明な策だと思ってるんでしょうけど、これも無責任なやり方、結果的に判断を示さないということで国はその不承認ということを捉えて、ね、出し子の手続きを取ってくるわけですよ。あなたたちは結果的に不承認という、ね、方向性を、ね、自らは判断しないけどそれを国にさせているということになる。でその中でですよ、全く判断も示さない、承認もやらない、不承認もやらないということで、あなたたち、ね、県政は、県政の安定的な運営を図っていく、これから本当にね、皆さん、そういう態度で、県政の安定的な運営ってどう図るんですか。もう知事、政治判断なんですよ、ね、知事のこれまでのコメント、ね、知事の立ち位置からすると、承認はありえない、誰がもそう思ってますよ、それであれば、ね、知事は不承認と。いうことを明確にも示す時じゃないですか。どうですか。知事玉城デニーク。はい、繰り返しになりますけれども、現在どのような対応が取られるかということについて検討している段階であります。大間盛雄議員。じゃあ改めて承認もしない不承認もしないという中で、知事は岸田総理とどのような形で対話を望むという政治環境を作られるんですか。対話の環境が整えられるということであれば、その中で、対話に伏せれるさまざまな、課題提案などもあろうかと思います。最初の知事には具体策がないんですよ、政治環境を作る部分での。知事ね、これなんか与党議員からも、ね、知事が面談の中で、ね、新聞記事にもあったんですけど、私はね、知事を支えている皆さんは、知事はもう不承認だということを、ね、望んでいるわけです、ね、当然だと思ってるんですよ。であれば、知事は、ね、不承認をして、岸田総理と本当に対話をするという政治環境を作るためには、知事、不承認ということを出して、ね、辞職をして、知事を辞職をして、もう一度、ワンイッシュで、その辺野古に関する、ね、選挙をするということの、要望はどうなんですか。そのようなご意見も私のところには届いておりますので、あらゆることを含めて検討中であります。大間盛雄議員。そう、政治環境を作るんだったら知事、ね、その不承認ということをもう明確に出して、もう一度再度、ね、私の信を問うということで選挙をする、そう選挙して、あと間髪入れずに、ね、もう一度その辺野古の、ね、皆さんが言う新基地代替施設がどうなのかということの県民投票を問うのが、僕は知事が作る僕は政治環境だというふうに思ってますんで、東間盛雄の提言だと思って聞いとってください。よろしくお願いいたします。立国者の屋良智弘でございます。初めて予算委員会で質問に立たせていただいております。アメリカの会計検査院 GAO 2017年レポートでは、海兵隊側がミッションに使うのには辺野古の滑走路は短すぎるというふうな報告もしております。さらに軟弱地盤で滑走路の端から100メートル地点では、完成から20年で最大20センチ近く沈下することを防衛省も想定しているではありませんか。アメリカ軍の施設基準でによりますと、滑走路の端から300メートルまでででは沈下があってはならないことと規定しております。防衛省はそれであっても国際民間航空機関 ICAO の基準をクリアしているんだからと答弁しておりますけども、果たして使い物にならない飛行場の建設に今後12年もかけて9300億円の欠税を投下することの正当性はもはや破綻していると思います。普天間飛行場の危険性を除去していく、そして基地負担の軽減を進めていく、
一歩一歩着実に我々も進めてまいりました。その中においてですね、もちろん沖縄の皆様がさまざまなご不安を持っておられるということは十分に理解をしているわけでございますが、現在のこの普天間飛行場の機能のうち移していくのはですね、今までの機能のうち移していくのは一つだけに絞っているところでございますし、飛行経路もですね、この飛行経路も今住宅地から会場に変わるわけでございますので、大幅にですね、これは軽減されるわけでございますし、この防音の工事を必要とする個数も約1万世帯からですね、これゼロに変わるわけでございます。そういうことについてですね、これからもご説明をしながら、まさに負担軽減と、そして危険性の除去に向けて進めていきたいと。ここで私が議論しているのは、この事業の実効性、そして政治的な目標が本当に果たせるのかということへの疑問であります。12年あの小学校の子どもたちは危険にさらされ、騒音にさらされ、ヘリコプターの機影を見るとシェルターに逃げ込むんですね。これから12年我慢しなさいということを総理は繰り返し言っているようにな気がします。私は地元での新聞記者としてずっとこの問題取材させていただきました。その中で総理がのこの答弁の中ですね、一つ気になるとても興味を持ったご答弁があります。それは2018年2月の衆院での予算委員会でございます。総理はこのように述べていらっしゃいます。沖縄の基地の負担軽減についてさまざまなプランを考えても、日米間の調整が難航したり、移設先となる本土の理解が得られなかったりなど、さまざまな事情でなかなか目に見える成果が出なかったのが事実でございますというふうに答弁をなさっています。これはですね、本土から沖縄に基地が押し付けられた経緯を示したグラフでございます。本土の反対運動、基地に対する反対運動でアメリカ軍がどんどん沖縄に押しやられてきた。海兵隊もそうです。海兵隊はそもそも沖縄に駐留していたのではなく、岐阜、山梨、静岡、大阪、奈良から沖縄に移転してきました。総理は問題の本質が負担の不平等な押し付けであることを理解しなさっている。それは先ほどご紹介しました総理ご自身の答弁からも読み解けるものであります。にもかかわらず、沖縄の民意を尊重するよりも日米合意の枠組みだけにとらわれて強権的にことを進める安倍政権の政治に対して、私たちが思うのは民主主義が壊されていくことへの恐怖、そして危機感でございます。沖縄にとって差別的で不平等な基地負担の是正については何ら手立てを しようとせず、本土移転もね、訓練移転をこれまで考えていらっしゃったことは事実でございますけども、それがなかなかうまくいかなかったかといって12年このままの状態で放置する、それは政治に、それはですね、日本の政治にとって本当に大きな問題をですね、今投げかけている民主主義のこの国の中でですね、本当に大きな問題だと私は思っております。沖縄の小さな声など無視しても構わないと、12年間頑張ってみんな政府のその対応を見守っててくれよと、そういうことなんでしょうか。確かにですね、現在基地の米軍基地の多くがですね、沖縄に偏在をしている、この現状は決して善人できるものではないと、こう考えております。その中で我々としてもですね、一つ一つ結果を積み上げてきたつもりでございます。例えば北部訓練場の返還はですね、復帰後最大の返還になるわけでございますし、そうした努力を積み重ねてまいりました。これからもですね、そうした努力を積み重ねていきたいと、こう考えております。またこれは我々政権交代前にはですね、例えばかつての政権がですね、最低でも県外ということを掲げて、これは政権を捉えたわけでございますが、結果としてはですね、これは普天間の移転先を辺野古にするということは、これは当時米国政府とですね、当時の民主党政権が確認をした上で閣議決定をしたわけでございます。その際ですね、さまざまな検討がなされたということも含めて、先ほど私のかつて2018年に答弁をさせていただいたところでございます。その中においては我々はこの辺野古への移転がですね、普天間飛行場の現在の危険性を除去する唯一の道ではないかと、こう考えております。確かに総理おっしゃる通り、普天間の返還合意は1996年、当時の橋本龍太郎首相が対米交渉で勝ち取った成果だと私たちも評価しております。しかし
それからもうすぐ四半世紀が経とうとしている今、実際に埋め立てを強行したのは安倍政権初めてでございます。小泉純一郎首相はですね、沖縄の基地問題についてこう述べていらっしゃいます。沖縄の負担軽減はみんな賛成、しかしどこに持っていくかということについてはみんな反対する、総論賛成、各論反対である、平和と安全に見合う負担をどこが負うかだということであるというふうに答弁なさ、というふうに発言なさっております。今総理がルール説明なさったのは、沖縄県内でこの問題をどう処理していこうか、今ある訓練場を小さくするとか、今ある施設を右から左 A 地点から B 地点へ持っていくことであるとか、それは負担の是正にはつながりません。総数が一緒だから。だから どっかの負担を減らせばどっかの負担が増えるというのが、まあ当たり前の話でございます。だけど沖縄の中だけでことを片付けようとするから、辺野古のようなモンスター化した事業もご利用しで進めるような、そんな実態、そういう実態が今あると私たちは思っているわけでございます。かつて安倍内閣は普天間を5年以内に運用停止すると沖縄県民に約束なさいました。しかしそれは未だに果たせていないばかりか、もうすでにその期限は昨年過ぎてしまいました。菅官房長官は普天間の3つの機能がなくなることが運用停止だと説明なさいました。3つの機能とは、空中給油機の運用、先ほど安倍総理がおっしゃった通り、その空中給油機は山口県の岩国基地へ移転しており、で緊急時における来園機の受け入れ機能は福岡と宮崎の航空自衛隊基地に移転している。で、残るオスプレイとヘリコプター、これ約50機、これをどういうふうにするかということが今、辺野古に移すかどうかの議論になっているはずであります。そのヘリコプターとオスプレイの運用というのは、中身を見てみると、パイロットの飛行訓練、それともう一つ、沖縄に駐留する海兵隊の地上部隊との連携訓練、この2つでございます。パイロットの飛行訓練であれば、何も沖縄でやる必要ないんじゃないのか。どこでやったって一緒でしょということが言えると思います。私の友人で、アメリカの大学教授、まあ、軍事にも詳しい方ですけども、こんな提案をしています。連携訓練には、大体2機か4機で対応できると。飛行訓練を本土へ移転すれば、普天間の問題、すぐに解決するんじゃないの？というふうに解説してくれております。しかし、安倍、総理がまさにお認めになるように、移設先となる本土の理解が得られないことで、沖縄の基地問題はなかなか前に進まない。飛行訓練の移設先を一箇所に、決め打ちしたなので反対運動が起こってしまう、そういったことを繰り返してきたような気もします。一箇所に決め打ちしなくて複数の飛行場でローテーションを組むというのはどうでしょう。しかも九州全域、四国、中国地方、広いところで施設、その飛行訓練を受け入れればそれぞれの負担は薄まるでしょう。そして必要な、まあ、地上戦闘訓練で必要な機数 5,6 機でいいと私の友人のその大学教授はおっしゃっています。5、6機をまあ沖縄に残せば、それでことが進む。大きな普天間を移設するというふうな、そんな大きな事業ではなくて、5、6機だけ沖縄に置けるような、そんな環境を作って、本土に飛行訓練を移転する。そうすることで、普天間の運用はすぐにでも停止できる。それは政府も3つの機能がなくなればということで、認められていると思います。で、当然辺野古も不要になる。よっぽど合理的で生産的で現実的な提案だと思いますけども、新たな提案に総理耳を傾けていただけないでしょうか。防衛大臣河野太郎君。海兵隊は司令部、陸上部隊、航空部隊および後方支援部隊の4つが統合し、その即応性、機動性を発揮することから、この4つが地理的に近傍に所在し、事態発生に対し迅速な初動対応を行うことができる体制を確保していることが極めて重要です。したがってそもそも訓練のみが海兵隊の航空部隊が沖縄に駐留する理由ではありませんが、訓練に関しても機動性、即応性といった海兵隊の特性を維持していくためには、4つの構成要素が相互に近傍に配備され、兵組から合同で効率的、効果的に訓練を実施する必要があります。また MV-22 オスプレイのパイロットは操縦に必要な訓練を米本土で行い、沖縄に配属された後、沖縄の訓練場、着陸隊あるいは空域等の正確な位置を確認するための飛行訓練を実施いたします。これは機体の操縦のみならず、配備先である沖縄の飛行環境について習熟することが必要であるためであり、このような訓練は配備先である沖縄以外で実施できるものではありません。なお MV-22 オスプレイのパイロットはこのような操縦や飛行環境に習熟するための訓練を実施した後も、軍の即応性の強化などを目的として沖縄で各種の訓練を継続することも事実です。長い長い。この点、政府は沖縄の一層の負担
軽減を図るため、普天間飛行場に配備されたオスプレイの訓練について、個別の訓練の内容を踏まえて日米で議論し、すり合わせを行った上で、具体的に沖縄県外への訓練移転を進めてきています。これから米軍再編が実施されて、されます。2020年代中盤頃から始まるという計画でございます。主要な部隊は、ハワイ、グアム、オーストラリアへ移転するんですね。だから、残るのはですね、とても小さな機動展開部隊なんですよ。先ほど緊急時におけるといった対応についても、大臣述べられましたけども、緊急時の航空機の受け入れは、福岡とニュータバル、宮崎に移るというのが、もう明らかじゃないですか。辺野古の滑走路は短すぎる。これが海兵隊の判断ですよ。見方ですよ。確かにそうだと思います。1200メートル、とっても短すぎる。緊急時に対応できるような施設じゃありません。で、緊急時に航空機がアメリカ本国から来るとき、福岡、宮崎で受け入れることが決まっている。そして、近傍で対応しないといけないという、今のご答弁を考えた場合、九州の、北の方で来園部隊を受け入れた方がよっぽど合理的だと私は考えます。それで米軍再編によってどれだけ沖縄の部隊が小さくなるかということですけども、現在地上戦闘兵力は6000人沖縄に配備されております。それが米軍再編によって800人という小さな部隊になります。800人ですよ。この予算委員会でもよく800という数字は出てきます。桜を見る会の前夜祭で、来られた、800人規模ですよ。あのボリューム感なんですよ。あれがですね、抑止力とか、緊急時の何たらとか、そういったものに、果たして現実味をもっとですね、持ってですね、対応できるのか。そんなの嘘っぱちだと私は思っております。抑止力って一体何なんでしょう。今、大臣がおっしゃった答弁、それは、誰が言ってるでしょう。アメリカ政府が沖縄でなければ私たち海兵隊運用できすることはできませんと、そういうふうにおっしゃってるんですか。アメリカはそんなこと言うはずありません。海兵隊は世界どこにでも展開する、どこからでも展開する、それが海兵隊の機動性です。それを沖縄に固定的に配置しないとアメリカ軍が運用できないなんていうことを、私はアメリカが言うはずはないというふうに信じておりますけども、一体先ほどの大臣の答弁は誰が言ってるんですか。これ日本政府の勝手な解釈じゃないんでしょうか。2012年の2プラ日米2プラスにおいて、米国は地域における米海兵隊の兵力の前方プレゼンスを引き続き維持しつつ、地理的に分散された兵力体制を構築するため、海兵空地任務部隊マグタフを沖縄、グアム及びハワイに置くことを計画し、沖縄に残留する米海兵隊の兵力は第3海兵機動展開部隊司令部、第1海兵航空団司令部、第3海兵後方司令軍司令部、第31海兵機動展開隊及び海兵隊太平洋基地の基地維持の要員のほか、必要な航空陸上及び支援部隊から構成されることとなるというのが共同発表でございます。またトランプ政権におきましても、インド太平洋において好ましい力のバランスを維持するためには強力なコミットメントが必要であり、敵を抑止し必要な場合に打破する能力を持つ前方軍事プレゼンスを維持するというのがアメリカの国家安全保障戦略の中にも記載をされているところでございます。委員は先ほどから800人とおっしゃっておりますが、詳細な移転計画は今後日米間の協議で決めるものでございまして、800人ということは何ら決まっておりません。800人の根拠はですね、沖縄に残るアメリカ海兵隊が司令部と31海兵遠征隊、マグタフですね、それであると。で、31海兵遠征隊、遠征隊 の標準規模っていうのは決まっておりまして、地上戦闘兵力は上陸部隊ですよ。上陸大隊規模なんですね。だから800人と言ってるだけです。それはもう普通に標準装備を見れば分かることです。何も当てずっぽうに言ってるわけではございません。それで沖縄を海兵隊がどのように使ってるかということなんですね。このマグタフが沖縄をどのように使ってるかということを図示したものです。彼らは沖縄をランデブーポイントと呼んでいます。ランデブーとは何かというと、落ち合う場所なんですね。有楽町で会いましょうとか、六本木で会いましょうとかって、その落ち合い場所なんですよ。目的地がどこであるかということが決まっていれば、ランデブーポイントなんてのはどこでもいいんですね。で、そのランデブーは何と何がランデブーするかというと、長崎県の佐世保に配備されている強襲揚陸艦と、アメリカ本国から沖縄にやってくる地上部隊、航空部隊、後方支援部隊、それが船に乗っかるその船着き場なんですよ。それをランデブーポイントと言って、そのランデブーポイントが鹿児島であっても大分であってもどこであってもいいじゃないです。それが合理的な考え方だと思います。で、最後の5ページ目、これは世界を、その世界展開している
海兵遠征隊、マグタフの展開図でございます。沖縄だけです。あるいは太平洋地域にその拠点を置いているのは日本だけなんですね。だから来園基盤とかっていうことをルール大臣に説明されましたけど、全く現状に即してないと私は思っております。もっと合理的で普天間の今のその危険な状態、これから12年も放置している、そんなその政治をですね、早く認識を変えていただいて、その地域に住んでいる人たちのために何が本当に必要なのかということを考えていただけるような政策を行っていただきたいと思います。それを申し述べて私の質問を終わらせていただきます。これにて屋良君の質疑は終了いたしました。